40代50代の方必見、白髪も薄毛も隠せるボブのハーフアップをご紹介します。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、冒頭にもお伝えしたんですけど、白髪も薄毛も隠せるハーフアップをご紹介します。まとめたりとかね、するときにちょっとね、ひょっと白髪が出てきたりとか、あとはなんかこうボリュームが出なくなったりとかってすることって結構ないですか？今日はそれを簡単に直せる方法をご紹介します。ポイントとしては2つあります。まずはハーフアップを分ける角度、これめちゃくちゃ重要になります。あともう1点、顔周りを隠す、このような感じでね、ハーフアップを作ってあげるとバランスのよく綺麗なヘアスタイルになります。ということで早速やっていきます。まずやってはいけないハーフアップの方法をやります。大体皆さんやりがちなのが、こうハーフアップをするときに大体分け取ると思うんですけど、こうまっすぐ取ってしまう。こうするとまとめたときに分け目が結構出てきてしまいます。そうなると40代50代の方っていうのはこの辺から結構白髪が出てきてしまうので、このハーフアップの方法はやめてください。あともう1点、ハーフアップをするときにこの顔周りからガッと取ってしまう、このような感じで取ってしまうと、この顔周りにも結構白髪が生えることが多いので、こうすると結構目立ってしまいますので、絶対にこの一番最初の一線目ですね、ここは残すような感じにしてハーフアップをするようにしてください。次に白髪も薄毛も隠せるハーフアップの方法をやります。まず取っていくんですけど、この顔周りはしっかりとね、下ろした状態で、先ほどはね結構直線的に取ったんですけど、今回は少し斜め気味に、こんな感じですね。で斜めにスライスを取ります。でこのまま後ろに持っていきます。で斜めにスライスを取ることによって、少しねこのハーフアップの毛先の部分が下に向きます。でこの状態でゴムで結んでいきます。こうなると先ほどと少し変わったのが分かるかなと思います。分け目が結構隠れてくれてるかな。この状態からまだね、分け目のちょっとね隠れたぐらいの感じになってるので、この部分を白髪が生えている方もいらっしゃると思うので、少しだけ下に広げる。こうすることによってね、分け目も白髪もまあまあ隠れてくれるかなと思います。で次にこのね、やっぱ後ろの部分もペタッとしやすいので、このねハーフアップの毛先を押さえながら、少しねこのペタッとしたところに丸みを持たせていきます。ちょっとこう引き出すような感じで、でつまんで優しく引き出してください。そうすることによってね、少しふわっとしていきます。横から見るとこんな感じに丸みが出てれば OK です。あと表面の部分ですね、やっぱりこの辺もペタンとしてる方もいらっしゃるかなと思うので、ここもまたゴムの部分を持って、少し前から見ながらこの根元の部分を引き出して高さを出していきます。でこの時もね、慎重に優しく引き出すようにしてください。そうするとね、この高さも出てきて形も綺麗になるかと思います。で最後にね、このサイドの部分、まあ、ここもね前から鏡を見ながら少しだけ広げていきます。なので、まあ、上のトップのバランスと合わせて引き出すような感じ、トップの方がね少し多めに引き出して、サイドは本当に軽く引き出すぐらいで大丈夫です。あんまりね横を引き出しすぎるとバランスが悪くなってしまいますので注意してください。はい、ということでこんな感じでやってみました。このね本当単純に2つこれをやることによって形が綺麗になってバランスのいいスタイルになります。なのでぜひね、皆さんお悩みの方ぜひやってみてください。そしてね、髪の毛の乾燥もあんまり良くないので、普段ねオイルだったりとかつけてちょっとペタってしたりとか、あとは結構乾燥しやすい方もいらっしゃるので、そういった方はミルク、
ヘアミルクをつけてあげたりとかすると結構ね保湿力も高まって、でなおかつねこれをプラスしてオイルをつけてあげると1日ね、ツヤ髪をキープできたりもしますので、ぜひやってみてください。今日もね最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるようなヘアスタイルだったりとか情報を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。